プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい、今回もですね、映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はい、では私の方からちょっとご紹介いたします。ジャズシンガー、スピリチュアルジャズシンガーの翔子さんなんですけど、出会いは奇跡の一番最後になるんですけど、その2つのシーン以外は全て根本真子の下積み時代なんですね。でその次の最後の1個、2つあるところが、レンさんが、私がその東京で待っているというシーンになるんですけど、そこの、未来へ向かって大きく変化していく一番との目玉というか、クライマックスのところのライブのシーンの中で、ちょっと弾いていただいて歌を歌っていただいた翔子さんになります。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと簡単に自己紹介お願いします。はい、皆様、こんにちは。そして初めましての方が多くいらっしゃると思います。私はですね、スピリチュアルジャズシンガーの翔子ですと名乗っているんですけれども、ジャズシンガーをですね、30年以上やっていまして、で同時にスピリチュアルカウンセラーとしても15年ほど経験、実は15年以上なんですけれども、やっていまして、で、その両方やっているので、こうスピリチュアルジャズシンガーというふうに名乗っているんですけれども、この度は、出会いは奇跡の映画のもう本当ラストのシーンに、ジャズシンガー役で出演させていただきました。はい、ありがとうございました。本当はい、ありがとうございます。ラジオ聞かれている方あれなんですけど、実はその私と翔子さんがもう出会って結構もう経ったと思うんですけど、とってもね、音楽に関してもなんかお話に関してもものすごく私は合うなと思っております。翔子さんとはそうですね、はい、であと根本真子もね、もう何回か会いましたっけ、そのこのなんかこの3人はなんか同じ世界観がありますね。そうですね。ね、音楽の話をしたり、ジャズとかね、あとスピリチュアルの話をしたり、たまにちょっと面白い話をしたり、ね。そうですね。濃い他では話せない。そう。何の話をするんだろうって、結構問題もしませんけど、いろんなね、教えをね、いただいております。本当。いえ。はい。出会いは奇跡に来ていただいて本当にありがとうございました。もうこちらこそ本当に貴重な体験をさせていただきましてありがとうございました。いえ、ちょっと流れに沿って3つぐらいお話をさせていただきます、質問をいたしますので、まず翔子さん、出会いは奇跡という映画を作ることになりましたよっていう私の方からお話ししたんですけどその時にどう思われたかということと、あともう2つ目は実際現場に入っていただいてどうだったかっていうのをちょっとお話ししていただきたいんです。止まりましたね。はい、承知しました。はい、やるって聞いたんですが、その前にモデルを募集してたじゃないですか。出してましたね。でモデルを募集してたのと、あと私にも翔子さん何かそのドラマチックなストーリー持ってませんかって振られたんですよ。で、実際私ドラマチックなストーリー私いっぱい持ってるんですよ。でもその時すごい忙しかったのと、なんとなく、あ、レンさんまた何か始めるんだな、レンさん始めるイコール無茶ぶり来るなってちょっとなんか予感がしたのでその時私は忙しかったのでね、私も奇跡的なストーリーいっぱいあるし、あと私の身内も本当にストーリーがいっぱいある人ばかりなんですけれども、
うん、でもなんとなく、あ、無茶ぶり始まるかなと思ったので、本当そこはですね、ちょっとね、ちょっとスルーさせていただいてたんですねで、そしたらスルーしてた後に映画作りますって来たんで、来た来たとか思ってでもね、これもきっとね、無茶ぶりになるので、まあまあちょっと静かに、静かに見守っておこうみたいな。で、いよいよなんか無茶ぶりが来たっていうのが、なんか、カズシンガー役で出てくれませんかって、あ、来たなみたいな。はい、でも、かろうじてジャズシンガー役でよかったな、もうそれ以外できませんからそう、そんな感じでした。はい、はい、あの現場に入って来ていただいて、私も実はこういうの初めての体験だったんですけど、あ、そうですよね、面白い出会いでしたね、あの時は。どうでした、なんか入ってきていただいて。いや、あのね、私実は自主制作の映画って2本目なんですよ、これ出るの。ああ、うん、言ってましたね、はい、うん、でそれも大昔だったんですけど、うんうん、で、やっぱり大昔の映画は本当にフィルムで撮ってたので、うん、あの全然やっぱりもう機材もね軽くなってるし、で、なんといっても今回は私はライブハウスの映像で撮らせていただきましたので、その場所はすごくこうナチュラルなゲストでね、で明るいし、でそこに集まってる皆さんがみんななんかこう、若い、みんな若いんですよ若い人が多くって、でなんかみんなもう可愛らしいんですよね、うん、可愛いなーって、でなんか明るいなーって、うん、でなんか和気あいあいしてるなーって、そんな印象で、はい、楽しい現場でしたねありがとうございましたはい、2回目だったっていうことでしたね、自主映画はね。そうですね、そうですね、いや本当ね、当日はね本当バタバタして、人がわんさかわんさか多くて、そうですね、根本真子さんも言ってましたけど、ここだけ違うシーンのような気がするって言ってました。そうですよね。私はだからまあ、パッと見て、写真を記録の写真を撮ってる人がどなたもいなかったようだったので、うん、で私ちょっとパシャパシャ勝手にちょっと撮らせていただきましたけれども、はい、はい。まあ自分的には楽しい現場の絵が撮れたかなって、そんなね、うん、イメージで。撮らせていただきましたけれども、はい、いやありがとうございましたね、根本真子さんは奥の部屋にいたので、まあ実際あまりお話ししなかったと思うんですけど、はい、ね、話しました、なんかお二人。いや、なんか、ま、ほとんど話してる話ですね、そうそうそう、うん、いやそんなやっぱり話をするような状況じゃないですよね。あ、そうだもんね、弾かないといけないからね、弾いて歌わないといけないからそうそうそう、であとやっぱり皆さんね、それぞれ自分のシーンのことで皆さんね集中してらっしゃるから、頭がいっぱいね、そう、頭がいっぱいなんで、そうで、実はですね、私のまあ、私女神カードっていうのもねやってますけれども、はい、女神カードの私のお弟子さんがいるんですけれども、うん、お弟子さんの重要なシーンで、ね、美術館のシーンで出てたので、そのシーンでね、彼女がねうまかったんですよ泣きながらで、私びっくりしてね、彼女ってそんなこんな面も持った人なんだって初めて知って、うん、いや それはね、なんか新しい発見だったので、そこはそれで面白かったです、なるほど、はい、ショッコさん、そしたらちょっと皆さんに向けて、はい、視聴者、ちょっと自己 PR というか、はい、お願いしますはい、分かりました、はい、ですね、私は、まあ、映画には出させていただきましたが、普段はまあ、音楽の活動を、ね、中心にやっていますので、はい、8月と9月に、東京都内で、ライブハウスでライブやってますので、まあ、ご興味ある方はぜひ、ね、お越しいただきたいなと思っているんですが、はい、
と日にち言ってもいいですか？言ってもいいですよ。どういうものなのか、あと具体的に言うの、はい、8月29日の月曜日の夜になるんですが、はい、夜7時15分からなんですけれども、ピアニストの方とバイオリンの方と3人で、ライブやります。でこれがです、ね、いやなんかかっこよさそうかっこいいと思います、うん、で場所が代々木なんですね。代々木、はい、で代々木に代々木なるっていう老舗のライブレストランバーがあるんですよ、うん、はい、でそちらでやりますので、でそこはですね決して広いお店ではないので、うん、気になるなという方はもうお早めに予約していただくのがいいと思います。あ、なるほど。8月29日はい、月曜日です。月曜日ですね。あ、なるほど、はい、なるほど。はい、何でどういうふうに申し込めばいいですか？そうですね、私の、公式 LINE があるんですね。公式 LINE、 公式 LINE、 QR を、はい、添付しますので、この中で、はい、はい、こちらですね、はい、はい、そこにですね、行きたいというふうに予約したいっておっしゃっていただきましたら、お席の方をご用意させていただきます。そうですね。ちなみに何名ぐらいまで？ですね、30何名だと思います。おー、もう選ばれた人だけしか行けないというやつですね。40名は40入るんですけど、40入るとやっぱりちょっとギュッギュになるので、あ、なるほど、お食事できるので、うん、そこはですね、そこのライブハウスっていうかライブレストランなので、うん、お腹空かせて来てもらいたいんですよなるほど、ライブレストランと、レストランなんですよ。本当にちゃんと美味しいお料理を出してくれる店なんですよ。へ、だから絶対来て食べてもらった方がお得なんです。なるほど。このラジオを聞いていらっしゃる方、首都圏にいらっしゃる方、うん、首都近辺で、東京に行く予定の方、ちょっとこの公式のね、LINE 入っていただいて、翔子さんのそのジャズシンガーとコンサートライブですね、ぜひ予約していただきたいと思います。はい、お願いします。あ、いましたね。はい、ちょっとまた映画の話に戻るんですけど、はい、出会いは奇跡っていうのは根本真子の下積み時代の、はい、ストーリーになるんですね。で、はい、もともと数年前からね、根本真子さんと翔子さんもつながってたんですけど、はい、つながっている方と今回初めて会う方とでは、うん、今までの下積み時代やっぱりちょっと多分変わりますもんね。実際の、うん、いや私は真子さんがもう極度の人見知りというのを知っていましたので、そうだからスーパーでね、やっぱり、うん、そんなにポップを、だから他の人との関係をこうまるでこう遮断するかのようにポップ書きをしていたっていうのがね、はい、やっぱり印象深いというか、うんうんうん、でもそこからだん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 押し出されるようにね、うん、こう前に出てこう人生がやっぱり私もね、これは実はね、うん、私も今ジャズシンガーやってますけれども、うん、実は小学校6年生の時に、うん、男の子に面と向かって、うん、お前の声って変なって言われたことがあるんですよ。いや、そうなんですか、うん、はい、すっごいショックで、うん、衝撃だったんですよ、うん、はい、今やっぱりその出来事ってこう、まあ、忘れないんですよね。もう生々しさはないですけど、で、はい、私はそれを言われて、もう、あ、人前で歌うのはやめよう、人前で話すのも絶対やめようって決めたんですよ、うん、決めた私がなぜかジャズシンガーやってるんですよ、ね、あ、なんかすみません、ちょっとシナモンがカチャカチャしてて大丈夫ですよ。私もなんか小学校の高学年時代ぐらいに一回、うんうん、なんかね、見えない世界に潜り込んでましたね同じように本当に何かがきっかけで180度変わって、うんうんうん、当時の人と何十年ぶりに会うと気づかないんですよね、うん、顔変わってないのに性格が変わってるから。なるほどね。いや、そうです、そうです。ね、私も小学校の時のお友達なんかは、私がこう音楽をやってるの知らないから、うん、なんでそんな音楽やってるのみたいな感じなんですよ、うんうんうん、ですよね、うん、で私やっぱり中学に入っ
ってから、中学校がそもそも音楽にすごい力入れてる中学校だったんですよ。まともなんですけど。でそこで私のその才能みたいなのがね、どんどん開花していったっていう感じ。ただ今これまた思うんですけど、例えば私が音大とか入っていたら、逆に今やってたかなとも思います。あー、なるほどなるほど。音大に行ったらきっと自分より上手い人たちがいっぱいいて、それでこうショック受けたり、またやる気を失って音楽やめてたかもしれないし、うん、あ、そうですね、違う道に行ってた可能性多いですね。うん、で実は、そう、実は私ね、あの、私もイラストレーターというか漫画家になりたかったんですよ。そうなんだ。だからね、もうシナモンがね、ニャニャ鳴いてますけど、そうそうそう、あの、私も子供の時に、まあ本当に子供の時、3歳とか4歳の時なんですけれども、あの、おもちゃのピアノを与えて、何時間でもそのピアノで遊ぶ子供だったし、あとね、お絵描き。お絵かきも大好きだったから、もう、あの、両親は商売をやってたんですけれどもね、うん、あの、結構一人でずっと遊んでる、うん、楽しく遊んでる子供だったんですよ、私は。で、なので、あの、14歳の時に、あの、こう、イラストをやるか、音楽やるか、決めて、うんうん、イラストはね、ちょっと私、このずっと一人でやるのは無理かもって思ったんですよ。うん、なるほど。そう、まこさんはそっち行ったんですよね。そうですね。うんうん、で、私は無理だなと思って音楽の方に行ったんですよ。うんうんうん、14歳の時にね。うんうんうん、でも面白い。うんうんうん、そうですね、面白いですね。うん、やっときた。シナモンが。シナモンが。よいしょ。ちょっと、ちょっと待って。はい、マイク出た。さっきというか、もう最近ちょっと思ったことがあって、あ、同じ共通の楽器を、まあ、私は今はそこまでうまく弾けないんですけど、はい、音楽いろんな楽器されてる方がいらっしゃるんですけど、うんうん、ピアノを小さい時からやっていらっしゃる翔子さんとか、まあ、僕も小さい時やってたんですけど、はい、なんか小さい時からピアノ、要は指を動かす音楽をやってる方って、はいはい、ものすごく予感が当たりません？予感ね。はい、あの、まあ、勘はいいですよ。勘とか、はい、あとは予知夢も見ますよ。予知夢見ますよね。うん、予知夢見ます。僕はあまり身近に翔子さんみたいなピアノ弾いて小さい時からという方がいないんですよ。すごい身近にはね、うん、近いところ、うん、で、うん、皆さんがこれこうじゃないのって言うんですけど、うん、あまり気づかないというか、うん、まともに聞き入れようとしないので、あ、これはもう、うん、まあいいやと思って、まあ、うん、やっぱりそういうものがなんかあるのかなと思って、この指を動かしたり、ちょうどこのなんていうの、そうですね。なんかが多分あるでしょ。うん、なんかね、ちょっとやっぱり、あの、多分、ね、バランス感覚だと思うんですよ。まあ、うん、右向け右にならないんですよ。うん、だからそこが私多分レンさんと会ったんだと思うんですよ。はい。うん、だからみんながダーッと右行っても私はね、うん、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよと思って結構冷静に、ま、待つことができるようになったんですよ。うん。うん、で一人だけ違うところに行くタイプですよね。そうそうそう。そうそうですよね。そうですね。どちらかというと。うん、でちょっとこう俯瞰してるっていう感じですね。あ、俯瞰してる。うん、うん、それで。だから逆に言うとブームが終わった後にどれどれって見に行ってそれをなんか解析するっていうか分析するっていうかそんなのが得意です。あ、僕もそのまんまです。あの幼稚園から高校生まで私の先輩にあたるあの全く同じ学校、長渕千代さんなんですよ実は。ああ、そうなんですね、すごいですね。で高校の時にバーって来るんですよ、ギター持って、うんうん、で皆さん出ていくんですよ。おーすごいって言って、もう一人で残ってて教室で、うん、へえすごいなと思ってながら出ていかなくて、後からみんな帰ってきてから、うん、あ、やっぱり行こうと思ったらもう帰ってたって。でね、あの結局そのなんだろう、ブームが去った後にもう一回検証に行くと、あ、いいものはいいんだなっていう風にこう自分の中で落とし込むっていうことを やってます。うん、いいものはいいみたいな。うん、
あとね、でも高校生の時かな、誰もいい、あんまりいいって言ってなかったものを私一人騒いでたりとかね、高校生の時は私の、まあ、女の子はなんかみんなね、オフコースで、まあ、オフコース懐かしい、オフコースがみんなすごい好きだったんですよ、もう私全然その時オフコースそんなに好きじゃなくって、私はやっぱりあの実はユーミンの追っかけをしてたぐらいなんで、ユーミンが大好きだったんですよ大好きだったんですね。でも、途中でユーミンもあまりに、あまりにちょっと歌がうーって感じだったので追っかけませんでしたけどね。なるほどですね。ちょっとしょうこさんのラジオなんですけど、皆さん YouTube 見てください。今シナモンがなんか感が強いのでなんかここに生まれてきたのって言ってますじゃあだけど本当ね、出会いを時にしょうこさんが来ていただいて、もうね本当幸せです、ありがとうございます。いや大丈夫だったかなと思って本当にね、私3回やり直させてもらったんですよ、現場でね、1回歌って、あーもう歌った瞬間に、あこのテイクダメだって分かるわけですよでもまあとりあえずテストと思って、まあ一回最後までやってもらおうと思って、で歌い終わって撮影終わって、でごめんなさいっていう感じで、もう一回、今ちょっと間違えたしちょっと長かったと思うんで、もう一回、もうちょっと短くやりますって言って、でレンさんがはいスタートって始めるんですけど、また今度はなんか弾いてるうちに乗ってきちゃって、また長くなっちゃったんですよ。でなりましたねでもう長くなって分かっていて、あこれ途中でやめたいって思ったんですけど、ね、やっぱ最後のシーン待ってる役者さんたちがいらっしゃるんで、一応途中で止めずにね最後まで行くかと思って、今の気持ち全部伝わってました僕にはだけど最後 のケツのところ全部 あったので大丈夫です。よかったですね。だから3テイク目ですよ、3テイク目に。でもね、歌も後で私ミキサーの方からね音源届けてもらって確認したんですが、3テイク目が一番歌も馴染んでたし、ナチュラルだったし、あと長さもね、ちょうどいいかなって思って、もうあれ奇跡の3テイク目です、あれ。そうでしたね、本当、よかったです。ちょっとあまりにも話が盛り上がって、あんまり時間がなくなったんですけど、ちょっと、根本真子さん、あんまり僕がずっとこう喋ってしまいまして、はい、ちょっと真子さん、ちょっと翔子さんにお礼と最後の締めをお願いします。はい、もうね、本当にね、その現場ではね、ちょっと残念ながら、本当、奥の方にいたので、歌ってる姿は見れなかったんですけど、ね、歌はしっかり耳でね、聞かせていただいて、本当に素敵でした。でね、翔子さんのライブにもね、一度ね、ちょっとお邪魔させていただいて、もう本当それも素敵だったし、ね、今ラジオの皆さんお聞きの通り、本当トークもね、すごく。トークね、すごい。もう楽しいんですよ。ね、だからもうぜひ、翔子さんのライブにね、皆さん行ってみてください。はい、今日も素敵な出会いを、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、まこさん。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。翔子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時
時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音雫一つ、歩いて行こうよ手をつなぎ、虹の空に誓うよ夢を抱き、どんな時も信じてる。星は輝くよ、雨が降るから虹が出るよ。